はい、しゅです。今日はですね、まあ、腸の重要性の話をね、またしたいんですけれども、まあ、今にして思うとですね、こうやってこう、腸の重要性ってことをね、発信する立場になったことを考えると、まあ、自分がですね、大腸の外科っていう道にね、進んだのは運命だったのかなと思うわけですよね。で、腸はもともとですね、免疫系と非常にこう、密接な関係があるんですね。というのは、まあ、免疫系の70から80%はですね、腸の中に存在しているからなんですね。 で、腸はその外界と内界というかですね、体の中と外をつなぐ、まあ唯一の接点であって、で、まあ小腸の表面積だけでもですね、まあテニスコード一面分になるんですね。小腸の表面積がテニスコード一面分ってことはですね、テニスコード一面分の範囲からですね、えー、食物とか毒素とかこう、あらゆるところからですね、こう吸収するわけなので、その範囲を全部ですね、守らなきゃいけないわけです。 で、すなわち、まあ、免疫がですね、絶えず絶えずそこのところを干渉しているわけなんで、いつもですね、まあ、腸の中っていうのは、まあ、炎症が限りなく起こっていてですね、で、炎症反応が絶えずこう活性化されているわけです。で、ただですね、それは、その、一時のね、反応で収まるはずなんですね。そこで収まってくれないと、まあ、慢性的にですね、体が反応を起こしてしまうんで、一時で収まると。まあ、えー、敵が侵入してきたよって、こう、警報が鳴るようなもので、まあ、敵の侵入が収まったら、 ま、そこのところはね、一旦収まるということなんですね。で、ただ一瞬ですね、腸の中でこう、免疫の活性化が起こると、まあ、全身に信号が送られてしまうもんですから、他の場所でもですね、同時に免疫の活性化っていうのは起こっているわけです。まあ、そうなるとですね、やっぱり腸の中っていうのはこう、絶えず戦場だなって感じなんですね。で、それに加えてですね、腸の中でこう、慢性的に炎症が起こっていたり、これは例えばアレルギーであったりだとか、えー、何らかの疾患があることによってですね、まあ、 腸の透過性ですね、まあ。いわゆるリーキーガットになっていたりするとですね、免疫系はその腸の粘膜に沿って、いつもいつもまあ診療を受けることになるので、えー、免疫系の活性化ということはですね、収まらない状態になってしまうわけですで。そうするとですね、免疫っていうのは腸の方にばっかりこう気を取られてしまうんでね、まあ、気道、肺ですね。から耳とか喉とか、そういったところにですね、感染症を受けやすくなってしまうというわけです。 ですので、まあ現在ではですね、腸がこう免疫の機能とか、それから発達に非常に大きな役割を果たしているということがこう分かっています。で、その結果ですね、免疫系は基本的には体内のですね、す、ま、べ、あ、ての免疫システムに関連するので、まあ腸がですね、体内の免疫をコントロールしているということになるわけなんですね。で、免疫細胞の先ほど言ったように70から80%はですね、 え、ギャルトっていうですね、GALT ですね、腸管関連リンパ組織というところに存在しています。まあ、腸の壁の内側のところですね。ここにこう、これだけ免疫を配置しているっていうのはですね、ステニスコード1面分の守りをしなきゃいけないっていうことからですね、必然なわけです。 ま、太古の昔ですね、病原体とか有毒な食品っていうのはですね、基本的に腸から入ってくるもんですから、本当に問題だったんですね。まあ、僕たちこう、ね、今のようにこう手を洗ってから物を食べるってこともできなかったですし、ま、食べ物そのもので洗うこともできない時代だったわけですね。当然食事にはあらゆる、ま、細菌とかウイルスがついているわけです。ですので、ま、食中毒から身を守るためにはですね、腸の免疫システムがしっかりしていることが非常に重要だったんですね。 そして、腸管関連リンパ組織と呼ばれる免疫はですね、まあ、腸だけを守るわけではなくてですね、そこから派生して、えー、全身にもですね、免疫のシグナルを送るように発達していったということなんですね。そして、この免疫のネットワークにはですね、もう一人重要な登場人物がいます。それは何ですかというと、えー、腸の中に存在している微生物、まあ、細菌ウイルス、いわゆる善玉菌ってやつですね。 まあ、腸内に生息する微生物と、それから腸に張り巡らされた免疫細胞というのはですね、信じられないような、ね、コミュニケーションのシステムがあります。しかもそれは双方向なんですね。細菌から免疫細胞免疫細胞から細菌へというですね、この双方向のコミュニケーションによって、えー、腸管関連リンパ組織のですね、免疫システムというのはプログラムされています。 で、近年の研究ではですね、腸内細菌層の組成ですね、どんな細菌がいるのか、どの程度の割合でいるのかってこと、それが、えー、産生するですね、様々な物質が、まあ、腸に張り巡らされた免疫系に、まあ、どのように反応して、そしてどのように行動して、えー、どのようにですね、プログラムされているかというようなことがですね、まあ、理解されてきています。そしてこれはですね、同じく極性的なものだけではないですね。 腸内細菌が全身の免疫系に対してもですね、影響を与えているということが分かってきているということですね。ですので、まあ、腸と免疫系の関連性を理解することによってですね、いかにこう腸が重要であるかということを再認識してもらえると思います。そしてですね、腸内環境を整えることで、病原菌に対する抵抗力が高まって、そして同時に慢性疾患からのですね、身を守ることもできます。逆に腸内環境が悪くなるとですね、 えー、あらゆる病気にかかりやすくなります。最近の研究では、まあ、心臓病であったりだとか、肥満とか糖尿病、腎臓病、えー、最も一般的なですね、健康問題に対応する、その腸内細菌の変化というのをですね、まあ、特定すること、そういったことがですね、研究の焦点になっています。そして、COVID-19、コロナウイルス感染症ですね。 コロナウイルス感染症に感染した人はですね、まあ重篤なリスクになるっていうのはですね、ある腸内細菌の変化が認められる人たちにはですね、重症化しやすいってことまで分かってきています。ですので、まあ自分の免疫力をですね、正しく把握するためには、免疫力の低下に対するバランスの崩れに対する症状、そういったものを認識する必要があるんですね。すなわち、こういったことが起こっていると、実は免疫系が崩れているよ。そして、腸の中の環境が崩れているよってことが、体はサインとして出しているんですね。 当然、腸の問題ですね。消化系の問題。下痢とか腹痛とかですね、えー。お腹の胃腸のトラブルが起こっている時というのはですね、確かに腸の中で何か起こっているわけなんですけれども、それ以外にもですね、えー、腸内細菌の乱れを示唆するような指標はあります。例えば、えー、内臓脂肪がたくさんついている人であったりだとか、まあ、脂肪肝もそうですね。それから風邪を引きやすい、アレルギー性鼻炎になりやすい、えー、膀胱炎などのですね、尿路感染症になりやすい、頭がぼーっとする。こういった症状はですね、 え、腸内環境の悪化のサインですし、同時に免疫力がですね、下がっているサインでもあるわけです。ですので、僕たちはですね、まあ、体から発するそういったサインを見逃すことなく、まあ、腸内環境をね、改善するための生活スタイルっていうのをですね、いつも意識してね、生活するようにしてほしいなというふうに思います。まあ、今日の話に役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。